さて、甲子園球場からほど近い場所に新たな商業施設コロワ甲子園があさってオープンするのに先駆けキャッチしてきました。報道陣に公開されたのは甲子園球場の目の前にあさってオープンする商業施設コロワ甲子園です。地下2階、地上3階に家電量販店やホームセンターなどが出店します。こちらの1階にある牛丼でおなじみ吉野家はファンの要望によりなんと看板までタイガースカラーになっているんです。牛丼チェーンの吉野家は看板以外にもジェット風船の飛ぶ様子があしらわれるなどタイガースにこだわった店内になっています。タイガースファンに嬉しい店は他にもあります。こちらのベーカリーでは野球にちなんだパンを3種類用意していて、購入したパンはフードコートでも食べることができます。さらにタイガースとコラボしたチョコレートをはじめタイガースグッズの品揃えも豊富です。このほか姫路市に本社を構えベビー用品を販売する西松屋も出店しているほか、フォトスタジオやボールプールなど親子で遊べる施設ピュアハートキッズランドなどがあり、親子連れも楽しめます。コロワ甲子園はあさって午前10時グランドオープンで、家電などが当たる抽選会も行われる予定です。